皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、もうただ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 一応言うだけの動画にします。なので見たくない人は見ないでください。ただ知ってほしいっていうのは正直あるので、私の愚痴を聞いてください。フレマイスになって感じたことをまず言ってみようと思います。まず雨に濡れながら漕ぐのが本当に嫌だ。もうカッパ着るのもダサいし、もう雨の時はもうずぶ濡れで動くかもう動かないかのどっちかの二択になります。そして車への積み込みの時も、屋根がないところだともうザンザンぶりの中とか、ドアがびっちゃびちゃになりながら、車椅子もびっちゃびちゃになりながら、体もびっちゃびちゃになりながら、積み込みしたり乗り降りしたりするのもしんどいなっていうふうに思います。もうベッドの隙間にとかソファーの後ろに物が落ちた時に拾えない、なんか棒使っても何使っても拾えないようなもの、電球が切れても帰れない。そして駐車券、もうなんであんなに取りづらいのって思う。もう最近はさ、もう事前生産もあったりするところもあるけど、反応するところもあるけど、本当に駐車券っていう部分でもう取りづらいし入れづらいし、そこでお金を払わなきゃいけないっていうような場面はもうピにしてほしい、ピほんとせめて。であと一人で買い物、まあ行けるけど、ちょっとしたものしか持てない。なんか大量にこういうショッピング、イエーイみたいなのもできない。荷物が持てないのでね。なのである程度こう私は目星をつけてネットで買ったりとか、まだ絶対誰かと一緒に行ったり、してます。気軽にお店に行けない。こう東京にいた時とかも、服屋さんでもね、階段で行かなきゃいけないっていうところとかは本当にもう一回見て終わりとかっていうのもありますし、それこそ地下、半地下半何階みたいなやつとかは結構階段も多いから、もう行けない、もうエレベーターがないと本当にそういう隠れ家的なオシャンティーなお店にも行きたいのに行けない。そして雰囲気よくね、こう作ってくれてる砂利とか石畳とかも、ああもう大変。トイレに行く時とか もうエレベーターが激混みで2階に行くのに本当に何十分もかかったり、何回も何回もいっぱいのエレベーターを見送ったり、まあ、歩ける人はねエスカレーター使った方がもう健康的ですよって思っちゃう。駐車場の数も駐車場スペースの広さの割には1個とか2個とかしかなくて、本当にもう激戦区というか争奪戦。あとタクシー、タクシーもスロープ出したくない、出さないんだったらあのタクシーに乗らないでほしい。本当にセダン型タイプの方がいい。まあ、道端で、まず何十分もかかるっていうこと自体が問題ではあるんだけど、まあ、道端でねその行為をしたくない、時間がかかるし寄せるところもないしっていうのはもう100歩譲っていいけど、もうホテルの前でお願いしたことがあって急ぎもしないのでって言ってみたら、いやー乗るのを手伝うんでスロープ出さない方法で乗ってもらえますかみたいな感じで言われました。もうだったらセダンがいい。個人的には本当にセダンの方が乗りやすいし、あと車椅子のまま、車に乗るっていうのも私はちょっと酔っちゃうというかあんまり好きじゃなくって、基本的には座席に座りたい派の人です。あと高速バスも乗れないね。なんか抱えてくれるパターンと抱えてくれないパターンもあるらしいけど、田舎の空港とかは高速バスを使って、中心部まで行く、だから電車が通ってないとかね、タクシーで行くしかないっていう選択肢とか、タクシーでなんぼかかんのっていうのもあるので、空港とかね、ほんとそういうところに関してはもうちょっと頑張ってほしいって正直思う。本当に車椅子女子はモテるのかっていう不安があるね。前よりは自信はついているけど、ただじゃあって
例えばね、あーこの人いいな、この人と喋ってみたいなと、お店でおしゃれなバーで見かけて逆難をする、したことないけど、逆難をした時にその人は前向きに私に来てくれるんだろうかとか、なんかね、あもうこれも偏見だけど、男性の車椅子の人より女性の車椅子の人の方が異性にはモテない気がするんだよなってちょっと思ったりするんです。あと、あとバリアフリー、バリアフリーって言ってるけど、誰目線のバリアフリーを言ってるんだろうって思った時が多々あるね。やっぱ健常者目線のバリアフリーって何にも良くないとは言わないけど、やっぱりある程度違うんじゃないかなって思うこともあるから、やっぱ障害者目線のバリアフリーっていうのをもうちょっと考えてほしいな。障害者割引、羨ましいって言われたりする時もあるんだけど、遊園地とか全部の乗り物を乗れるわけじゃないから、私はそんな割引羨ましいっていうより、正規の料金払っても全部の乗り物を乗れる環境の方が私は羨ましい。障害があると散財しちゃいけないとか、粛々と生きていかなきゃいけないとかって、でも実際障害者年金だけで生きていけるわけじゃないし、障害者年金をもらってるから遊びまくれるっていうわけでもなくて、実際自分がどれだけ努力して稼ぐっていうのはみんな一緒だから、やっぱり自分が努力してお金を得られた分だけ自分の好きなことをやるっていうのは当然のことだと思って、別に何も言われる必要性はないと思うから、だから私は障害者はこうあるべきですとか、こういうこと言っちゃいけないですとか、なんかそういうのはなくしていきたい。まあそれですごいバッシングがあるかもしれないけど、でも誰かが言わないと変わらないし、変わるほどの威力もないかもしれないけど、声を上げるっていうことは大切だと思う。なんか申し訳ないなとか、それこそ毎回毎回何をするにも電車とかもそうだけど、サポートをしてもらって、それはありがたいと思うし、それこそ永田町事件の時みたいにね、別にお礼言ってないわけじゃなくて、本当に何でもかんでも助けてもらったらありがたいと思うけど、じゃあそのありがたいと思うことに対して意見を言っちゃいけないっていうわけではないと思うの。やっぱり言わなきゃいけないこともあるし、伝えなきゃ伝わらないこともあるから、わがままとかそういう自己中心的とか障害者様とかじゃなくて、思うことはまず言っていこうっていう風に思います。まあ、こんな感じでなんか愚痴なのかななのかわかんないけど、自己中心的な内容も含めて車椅子になった時に感じたモヤモヤとか疑問とかを喋ってみました。なんか今回はいろいろこういう口調で喋ってみましたけど、正直もっともっとあります。ただ改善しようって頑張っている人たちもいるし、動いてくれてる人たちもいるのは事実だし、まあ、でも変えていかなきゃいけないこともあるのも事実。でも他力本願というか、そういう周りの人たちに甘えて自分は何もしないとか、できるのを待っている、そう変わることを待っているってだけじゃなくて、やっぱり自分自身でも何か行動をするとか、できるようになるように工夫するとかっていうのは大切だと思います。誰しもが何かに出くわした時に、あれって自分の中で疑問とかモヤモヤとか浮かぶことってあると思う。だからそれをこうグッとこらえるか言うかとかは、それは人それぞれだし、だから私も人間だから、ね、できないことを数えたらすごいモヤモヤなんていっぱいあるけど、でもそれにしがみついてたら何もできなくなっちゃうし、毎日毎日嫌な気分でしかなくなるから、まあ、今回こういう風に吐き出した、だから思ったことはある、ただそれを別にずっと引っ張ってるわけじゃなくて、じゃあどうしたらいいのかなっていう風に常に常に考えてるし、別に引っ張りもしないで、まあ、その時嫌な気持ちにはなったけど、その時はその時っていう感じで切り替えもしています。こういう、まあ、こういうことってどういう風に伝えることが正しいのかがわからないから、今回こういう風に伝えてみましたけど、まず知ってもらう、ただそういうきっかけの動画になってくれたらいいなって思います。はい、じゃあこんな感じで、はぁ、すっきりした。私も今日ポジティブだし、基本的には明るいけど、でも同じ人間なので思うことは思います。あんま言わないけどね。あ、でもそんな感じで、今回ちょっと言えてよかったです。聞いていただいてありがとうございました。はい、
じゃあ今日はこんな感じで終わります。この動画がいいなっていう風にはなれないと思うので、今日の動画でじゃあ皆さん普段溜まっている愚痴とか部分とか、悪口はダメだよ、悪口はダメだけど、もっとこうなったらいいのに、こういう助成金欲しいな、こういう補助があったらいいな、こういう街になってほしいなとか、なんか普段言っていいのかな、言っちゃいけないのかな、申し訳ないなみたいなこととか、コメントに書いて、今日は愚痴を吐き出そうみたいな、そういうものに使っていただけたらいいなと思います。なのでぜひ皆さん愚痴をいっぱい書いてください。そしたらなんか私も、あ、なるほど、こういうことも思うのかって思うこともあると思うので、コメントお待ちしてます。はい、じゃあ今日は最後までご視聴ありがとうございました。